皆さんお久しぶりです。週末サイエン田中です。いろいろありまして畑仕事できていなかったんですけど、この保存していたニンニクをちょっとばらしながら少し話をさせてください。動画自体4ヶ月ぶりぐらいなんですけど、その間何があったかと言いますと、まあ大きく分けて5つのことがあったんですよ。1つ目は今年異常な暑さだったので、それが原因で畑からしばらく離れていました。例年真夏は畑仕事を極力しないようにしていたんですけど、今年はちょっと暑すぎて全くできていなくて、秋冬野菜の種まきできていないので、まあ、今年は寂しい冬になりそうですね。2つ目は恋人と別れました。3年付き合っていて、 YouTube のことも応援してもらってて仲もすごい良かったんですけど、振られて別れることになってしまいました。まあこれが畑の動画できていない半分以上の理由ですね。一回泣いて引き止めたんですけど、ちょっとまあ意思は変わらないということで、まあその後別れてしまいました。この件がモチベーションガクッと下げて、仕事以外いろいろ休んで心を癒していたんですけど、まあ、ようやく心も回復してきてモチベーションも上がってきたんで、ご心配おかけしたかもしれないんですけど、徐々に畑と動画も再開していこうと思っています。で、3つ目は体調を崩してしまって3週間ぐらい声が全然戻ってこなかったんですよね。で、コロナかもしれないんですけど、熱は全く出なかったんですけど、鼻水が過去一異常な量出て、味覚と嗅覚が全くなくなってしまって、聴覚も鈍くなってしまって、まあ、それが治った後喉が痛くて、それで2週間ぐらいずっと声が変なままの状態だったんで、もうとてもじゃないけど動画も畑仕事もできなかったですね。で、4つ目はパソコンを新しくしていろいろ環境を整えていたので、まあ自分で作ったパソコンなので、そこでトラブルが結構あって、半月ぐらいちょっとパソコンもいじれない状況だったんで、まあ、できていなかったっていうのもありました。で、最後の5つ目なんですけど、パソコン新しくしたらちょっとテンション上がっちゃってゲームをやり始めたんですけど、そっちの方で、まあ、ゲーム実況も一緒にやったらどうかなと思ってやってみたら、それもちょっとハマっちゃったんで、ゲームを実況しながらプレイするっていう遊び方が結構面白かったんですよね。で、新しくゲーム実況用の YouTube チャンネルも作ったので、まあ興味ある方いるかわかんないんですけど、まあ、ゲーム興味あったらちょっと見てみてくれると嬉しいです。一応概要欄に貼っときますので、ぜひ。もちろんこっちの家庭菜園チャンネルがメインなんですけど、冬場はあまり家庭菜園ってやることないので、まあそっちの趣味のチャンネルもやってみるのも面白いなって思っています。と、まあいろいろ長話しちゃったんですけど、そんな今夜があってモチベーション下がってたんですけど、久々に畑作業したら土とか植物に触れるのが楽しいんだなっていうのが思い出すことできたんで、また家庭菜園を楽しんでいこうと思います。で、ニンニクはいつもトマトを植えたマルチに穴を開けて植えているんですけど、これはマルチを剥がして堆肥を入れて高温して畝を作って新しいマルチに張り替えるっていう一連の作業を全部ぶっ飛ばすことができる、まあ究極のエコ栽培だと思っています。なので今年もトマトではないんですけど、シシトウとナスの畝に植えていきます。まだ少し収穫はするので植えっぱなしにしてあるんですけど、全然問題はないと思います。で、ニンニクの植え付け方法は1列につき4つの穴を開けて植えていきます。5つとか6つとかだとなんか全体的に小さかったんですよね。まあ、エコ栽培だからっていうのがあると思うんですけど、そのあたりは1列あたりのニンニクの数を減らして、まあ、1個あたりの栄養を集中させるようにして対応していこうと思います。で、最後に土の中が乾燥していたら水を与えてください。湿り気があればいいんですけど、今年は特に雨が少なくて乾燥しているので、
水を与えた方が発芽が揃うと思います。実際僕のこのマルチしてた畑のところもすごい乾燥してて、後で水をあげておきました。でニンニクの植え付け作業としてはこれぐらいなんですけど、さつまいもの成長具合を見極めるためにちょっと試し掘りしてみました。とりあえず出来の良さそうな一株を収穫してみたんですけど、やばくないですかこの量。一株でこんないいサイズの芋が10個ぐらいついていました。耕してもないし追肥もしてないし、完全に植え付けと収穫だけの手間で育ってくれるさつまいもってすごいいつも感謝しています。去年はネズミにほとんどかじられて泣き寝入り状態だったんで、今年は早めに残りを掘り起こしていこうと思います。はい、本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録してコメントを残してくれるとすごく喜びます。